そのもう稽古場リハーサルでなんか行われてることそのものがもう面白くてしょうがなかったから、言葉喋って、そして踊って動いて喋ってその方がどんどん作品の中に入っていった。マサさんも稽古場の雰囲気だけど、やっぱり稽古場の雰囲気のマサさんっていうのを演じて表に立つ。あ、若干それは、ね、稽古場だってもっとなんか言うてんじゃん。それを一人やったらいいです。それをやったらいいね。だけど僕は言いたい、君たちに、でなんか伸びてほしいから、まあ、で実際ケツ叩けば伸びんだ、うん、18歳19歳みんな伸び盛りだから、うん、でその伸びた瞬間見た時に嬉しいのは、分かんないなら分かんないで、うん、いいんだよ、うん、それが面白いか面白くないか、何かそれを見てる時間に何かこう救われたか救われないか、うん、劇場行くまでも、うん、劇場から帰る道もそういう風に、何かコンテンポラリーダンスとかダンス全般が、うんうん、なんかなったらいいなってこよなく思う。うん。